さ。ケイチくん、おっきなあくび。昨日遅くまでテレビ見てたからな。お弁当は？ちょっと爆睡させてくれ。あら、私がこのチャンスを黙って見過ごすとお思いで？邪魔したら怒る。すごい怒る。これでは張り合いがありませんわね。それっていつから？もう次の日にはいなかったって。綿流しの晩に失踪したらしいよ。二人ともってこと？わかんない。でもそうなると今年のたたりは。お社様だったらそうかもしれないけど、まだ二人が本当に鬼隠しにあったの